家族邸、株式会社家族邸は、大阪府大阪市中央区伏見町に本社を置くそば、うどんのチェーン店を展開する外食産業企業である。H2O リテイリングの完全子会社。創業者の永畑康夫が、1951年、昭和26年4月に、大阪市北区小松原町で個人で経営していた飲食店を法人化して、江南工業株式会社を設立し、蕎麦店の経営や、蕎麦菓子の製造販売を行ったが始まりである。1956年、昭和31年4月に、同町内に2号店を開店し、多店舗化を始めた。1985年、昭和60年6月には、江南工業が初代株式会社家族邸から、難波店と千日前南大江洲プラザ店の運営を受託し、1987年、昭和62年10月に、江南工業が家族邸を吸収合併し、2代目家族邸、現在の株式会社家族邸となった。合併直前の同年9月に、兵庫県西宮市に、西宮工場と配送センターを同一敷地内に開設して、蕎麦粉の自社製粉をはじめ、1989年、平成元年7月には、東京都大田区に配送センターを開設し、1992年、平成4年10月に、店頭売買銘柄、現在のジャスダックとして登録されて、株式公開をして、1991年、平成3年9月には55店目を開設するなど、チェーン店として成長した。また、2001年、平成13年10月に、梅田角田町店を業態変更して、蕎麦居酒屋、共催として開店させるなど、業態の多様化も進められていった。2003年、平成15年2月25日に、当時の回転寿司最大手で、子会社で、うどん店チェーンを展開していた、カッパクリエイトに、第三者割当増資を行って、資本、業務提携し、同社の持つ数値管理による近代的なチェーン店管理システムを導入して、競争激化などで2003年、平成15年3月期に減収減益に落ち込んでいた既存店のテコ入れを図ることを発表した。2003年、平成15年3月に高品質化を掲げた蕎麦居酒屋、軒場を兵庫県西宮市に2004年、平成16年6月には、低価格志向の蕎麦、うどん店、家族庵を東京都目黒区の大栄のフードコート内に開店させるなど新業態の開発も進められた。2006年、平成18年4月10日にカッパクリエイトが子会社、徳徳で展開するうどん店チェーンを当社に売却するとともに、当社の第三者割当増資を引き受けて、持ち株比率を引き上げることを決定で、基本合意書を締結したことを発表し、同年5月に事業の譲渡を受けた。2007年、平成19年8月6日に和食レストラン、かごのやと冷凍麺製造などを手掛けている、金冷と仕入れや商品の共通化、店舗展開のノウハウ共有などを行うことを目的に業務提携をする発表した。この業務提携に合わせ、金冷を傘下に持つ、投資会社のキャスキャピタルが株式公開買付 TOB を実施して株式の過半数の取得を行い、当社の株式公開を維持しながら傘下に収める子を同日に発表し、当社も賛同を表明して友好的な買収が行われ、同年12月26日に TOB の成立が発表されて同社の傘下に入ることになった。2008年、平成20年4月16日には、K のお出し肉が業産な料理屋のうどんをキャッチコピーとする夫婦屋を大阪市鶴見区に金冷と共同開発して開店し、低価格志向の進む状況に合わせて新たに展開し始めた立ち食いうどん店、徳徳向けに冷凍麺を共同開発したほか、原材料の仕入れや物流網の一本化を行って、経費削減を図るなど業務提携によるコストダウンと新事業展開を並行して進めた。また、こうしたコストダウン策や低価格志向のメニュー開発を既存のブランドの店舗にも水平展開し、主力の蕎麦店、家族亭や、うどん店、トクトクにも、従来より100から200円安い月替わりメニューを導入したり、店舗の老齢化に伴う売上減少後でも利益が出る体制づくりを進めていった。その他にも、郊外の幹線道路沿い出店する新業態のセルフ式うどん店、トクトク製麺を新たに開発して、2009年、平成21年からフランチャイズチェーン、FC 展開を始めるなど消費者の低価格向きへの対応を進めていった。2007年、平成19年6月にシンガポールの外食企業とフランチャイジー契約を締結し、2009年、平成21年4月にシンガポールにトクトクの1号店、同年9月にシンガポールのトクトク2号店を開店して、海での店舗展開を始めた。2009年、平成21年6月に、タイのオイシグループとフランチャイジー契約を締結して、同年11月にタイに家族亭1号店、12月にタイの家族亭2号店を開店して、タイでも応店化を始めた。2009年、平成21年1月に台湾系大手食品会社、サカン集団、ワンワングループの巨樹有限公司と中国本土における外食チェーン事業展開に関する基本合意書を締結して、同年12月に合弁会社上海属左官参院管理有限公司を設立し、2010年、平成22年1月に上海市の石門一路に1号店、同年4月には同じ上海市の豫園に2号店を開店させて、中国本土での外食チェーン店を始めた。2010年、平成22年9月にタイに新業態、大阪串屋を開店し、10月にシンガポールに家族亭の1号店を開店するなど、海外の進出先でも複数の業態の店舗展開を行い始めた。2010年、平成22年12月にタイの孫文と提携して、2011年、平成23年9月にタイに炭火焼きや鉄板焼き、天ぷら、寿司という日本食を代表する料理の調理パフォーマンスを見ながら楽しめる業態、旬の舞を出店し、2010年、平成22年12月に、タイの財閥、KPN グループと提携して当社が 14.8%、KPN グループが 75.4%、金麗が 9.8% を出資する合弁会社を設立して、タイで和食レストラン、かごの屋の FC 展開を目指し、2011年、平成23年に1号店を開店させるなど、タイでは複数の合弁相手と組んで業態の多様化を進めいる。また2010年、平成22年8月にインドのコンサルティング会社アバカスと合弁会社を設立することを発表し、同年12月に合弁契約書を締結し、クレープを中心にした日本のスイーツとスナック専店の新業態。原宿デリッツの展開を始めるなど、日本国内での本社では展開していない業態を含めて、新興国での事業展開を強化している。2011年、平成23年8月11日に H2O リテイリングが、キャスキャピタル系の投資ファンドが保有する、家族定株の 57.17% 全株を買収する応募契約を締結して、TOB を発表し、同年9月9日に TOB の成立が発表されて、同月14日付で同社の連結子会社となった。この連結子会社化の後も株式の上場は維持されたが、H2O リテイリングが株式交換により全株式を取得して2014年、平成26年8月1日付で完全子会社化されて上場廃止となる子になった。2011年、平成23年10月31日に、チルド麺や生麺、調理麺などを製造する中野食品を買収して、完全子会社化して、百貨店やスーパーなど向けの製麺事業に乗り出し、2012年、平成24年8月14日に、チルド麺を中心に製造する、ことぶき製麺の発行済み株式 70% を取得して子会社化し、製麺事業の生産体制強化と老朽化が進んだ、兵庫県西宮市と大阪府摂津市にある自社麺工場からの生産集約化を目指すと発表した。ところが、円安による原材料価格の上昇などで、製麺事業の業績が悪化して赤字に転落したことから、2014年、平成26年6月30日付で、製麺大手の島田屋に、中野食品と、寿製麺の2社を譲渡して、製事業から撤退した。また、2011年、平成23年9月に、蕎麦、うどんの宅配店舗の1号店を開店し、2012年、平成24年1月17日に、田舎つけそばのブヤの1号店を開店させるなど、国内での新業態の店舗開発も引き続き進められているほか、同年8月14日に大人の女性が気軽に立ち寄れる業態の花酒庵の関西1号店を開店させるなど、既存業態の出店地域の拡大も図られている。蕎麦を主力とした家族亭と手打ちうどんを主力として、郊外を中心に出店する独特の2つが主力業態である。低価格志向のそば、うどん店、家族庵や立ち食いうどん店、独特、郊外の幹線道路沿い出店する、セリフ式うどん店、独特製麺など、消費者の低価格志向への対応した店舗も展開していい。その他にも、美保庵や大人の女性が気軽に立ち寄れる、花酒庵、そば居酒屋、共済、そば居酒屋、軒場、料理屋のうどんをキャッチコピーとする。夫婦屋といった業態も展開している。主に関東、関西ともに各鉄道の主要駅に併設して建てられたビル等へのテナント出店が多いが、独特は郊外の道路沿いに出店している。主力の家族亭や独特の他にタイで近例の業態である和食レストラン、かごの屋も展開している。また、タイで大阪串屋や調理パフォーマンスを見ながら楽しめる旬の舞を展開しているほか、インドではクレープを中心にした日本のスイーツとスナック専門店の新業態、ハーラジャクドライツの展開を始めるなど、日本国内での本社では展開していない業態を含めて展開している。TBS ラジオと MBS ラジオであなたのおそばに家族亭、店名という5秒の CM が盛んに放送されており、両局の聴取層には、同社の名前が浸透している。特に、MBS ラジオで放送される CM は、あなたのおそばに、家族亭と同局アナウンサーによる、伸ばすような特徴のあるイントネーションで、CM が放送されている。全国的に、家族亭なる名称の飲食店があるが、関連性はない。本校との識別方法は、ロゴマークを確認するか、あなたのおそばにが付加されているかなどで区別することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。